How old are you? Seven, but I look a lot older. 皆さんこんにちは。いい映画のエミニンです。今回ご紹介する映画ベンジャミン・バトンの奇妙な人生は2008年に公開されたアメリカの映画です。人間は誰も時間には逆らえないということをベンジャミンの人生を通して上手に表現している映画でした。アメリカのある病院、死を目の前にした老婆とその娘、その老婆は娘に奇妙な話を聞かせます。1918年、ある工場を経営しているトーマス・バトンの妻は、出産と引き換えに命を落としてしまいます。トーマスは老人のような顔をして生まれた赤ん坊をある老人施設に置き去りにするのです。老人ホームを経営するクイニーという女性、赤ん坊に気づき病院へ連れて行きますが、医者は赤ん坊を見ると長くは生きられないだろうと診断します。心の優しいクイーンは赤ん坊にベンジャミンという名前をつけます。そして施設の人たちに新しい仲間として紹介するのでした。7歳になったベンジャミンは足が固まり一人で歩くことができませんでした。ある日クイーンとお祈りをしに教会に行きます。神父はベンジャミンを歩けるようにしてあげると言うと、奇跡のようにベンジャミンは立ち上がり、その場でゆっくりと歩き出すのです。与えもすれば奪うのも神。神父は心臓麻痺で死んでしまいます。老人施設で一緒に暮らしていた老人たちが次々と亡くなり、施設は悲しみに包まれます。ある日ベンジャミンは自由を楽しみながら生活しているオティに出会い、生まれて初めて施設の外に出ますが、彼はベンジャミンを大人だと勘違いしているようです。オティは恋人と一緒に去っていき、ベンジャミンは人生初めて一人で家に帰ることになります。この日はベンジャミンにとって新しい経験をした特別な日になりました。施設の人の家族も集まり、パーティーを楽しんでいるようです。フラーさんの6歳の孫娘、デイジーと12歳のベンジャミンは、すぐに仲良くなります。外見のせいでなかなか友達を作ることができなかったベンジャミンは、デイジーが唯一の友達でした。ベンジャミンは最初の医師の診断とは反対に健康に育ちます。名前も知らない老人にピアノを習い、体に毛も生え、元気に成長しました。その日、偶然乗車することになったマイク船長の船で、どんな仕事でも楽しくこなします。その日の夜、船長についていった居酒屋でトーマス・バトンに出会います。真実を隠しながら何度もベンジャミンに会い、お酒を飲み交わしました。すると自分の妻が出産の時に亡くなったことを打ち明けます。霧が立ち込めるある朝、マイク船長に頼み込んでデイジーに早朝の海を見せてあげるベンジャミン。こうやってまた思い出が一つ増えることになります。ベンジャミン、We're meant to lose the people we love。フラーさんの死が近づき、ベンジャミンは悲しみに暮れました。ベンジャミンは成長とともにより広い世界へと飛び立ち、行く先々からデイジーにハガキを送るのです。デイジーはダンサーの道を進みながら、ベンジャミンと手紙の交換をしていました。
Another dance in Gypsy. いてつくロシア。ベンジャミンは同じホテルに宿泊しているエリザベスという女性に出会います。I'm sorry. I couldn't sleep.エリザベスはイギリス海峡を泳いで渡る最初の女性になることが夢でしたが、もう少しのところで力尽き断念し、それ以降挑戦していないことを後悔していました。寂しかった二人は毎晩話をするうちに親しくなり、やがて二人は恋に落ちます。その日の夜から2人は同じ部屋で過ごし始めました。ある日エリザベスは手紙一枚を残してベンジャミンの元から去っていきます。その後、船長とベンジャミンは太平洋戦争に志願し、問題なく進んでいましたが、敵の潜水艦と衝突し、銃撃戦によりマイク船長は死んでしまいます。1945年、戦争が終わり家に帰ってきたベンジャミン。老人ホームの知り合いは皆他界して、母のクイーンだけが迎えてくれました。It's me, Benjamin. デイジーはすっかり大人の女性に成長していました。なぜかベンジャミンはデイジーの誘惑を丁重に断ります。彼の日記には断ったことを後悔しているということが書いてあります。日が経つにつれベンジャミンはより若返り、いつの間にか父親のトーマス・バトンより若くなっていました。トーマスはベンジャミンに本当のことを話し、遺産を譲りたいと話しますが、衝撃を受けたベンジャミンはその場を離れます。しばらく経った後、トーマスの体調が悪化してしまい、大切なボタンと共に生を全うしました。父のことを知らせるためにデイジーに会いに行ったベンジャミン。 What are you doing here?そして打ち上げに参加することになったベンジャミンは、彼女に恋人がいることを知り、故郷へ帰ることになります。そんなある日、デイジーが交通事故に遭ったという知らせを聞き、モスクワへと駆けつけます。ミス・デイジー・フォーラ。ベンジャミンは力になりたいと伝えますが、弱った自分の姿を見られたくないデイジーは彼を追い出します。ベンジャミンはしばらくの間遠くから彼女を見守ります。故郷に戻ったベンジャミンは人生を楽しんでいました。数年後、回復したデイジーはベンジャミンの元を訪れます。今回こそはチャンスを逃さないようにと、二人は幸せな時間を楽しみます。長い旅行を終えた二人は施設に戻りましたが、数日前にクイーンがこの世を去ったことを知ることになります。I love that house.
We would have picnics in the living room. We ate when we felt like it. Stayed up all night when we wanted. 二人は新しい家で幸せな日々を送りましたが、デイジーは年を取ることを恐れました。ベンジャミンはそんな彼女を夏の別荘へと連れて行きます。デイジーはバレエを教えることにより活力を取り戻します。I want to remember us just as we are now. I'm pregnant. 妊娠したというデイジーの言葉に落ち着かないベンジャミン。I know you're afraid. ベンジャミンは平凡な父親になれないことを心配していました。そして翌年、ベンジャミンの娘、キャロラインが生まれます。This Benjamin was my father. And this is how you do.ベンジャミンは平凡な父親が必要であると思い、苦渋の決断に迫られます。I can't raise the both of us. ベンジャミンは自分のすべての財産と一枚の手紙を残して家を出ることにします。Put it all into a savings account. I left. Before you could ever remember me. こうしてベンジャミンは、身一つで世界一周の旅行に出かけます。I left with just the clothes on my back. It's for me. 1970. I was too happy. 娘の誕生日には毎年ハガキを送りました。I wish I could have taken you to your friend's. 娘の入学式に行きたい。ピアノを教えたいと、娘に対するベンジャミンの思いが書き綴られていました。13. I wish I could have told you not to chase some boy.I wish I could have been your father. Nothing I ever did will replace that. For what it's worth, it's never too late, or in my case, too early. To be whoever you want to be, you can change or stay the same. There are no rules to this thing. I hope you live a life you're proud of. 数十年後、ベンジャミンは自分も知らないうちに妻デイジーと娘のキャロラインの元へと戻ってしまいました。デイジーはそんなベンジャミンを仕方なく叔父だとキャロラインに紹介します。しかしデイジーはすでに別の男性と結婚し、3人で幸せに暮らしていました。Sitting and wondering why I came back at all, there was a knock at the door. Nothing lasts. I will never stop loving. その日の夜、デイジーはベンジャミンと愛し合いますが、家に戻り、その後何年も連絡はありませんでした。数年後、記憶をなくした少年と日記帳を見つけたデイジーに一通の電話がかかってきます。ベンジャミンはアルツハイマーで記憶をなくし、幼児の姿となってしまったのです。And every day I would stop by to make sure that he was comfortable. This is whole life I had. And I can't remember what it was.This is the picture of old man Kangaroo at 5 in the afternoon. そしてベンジャミンは2003年、85歳の時に永遠の眠りにつくのでした。And then he closed his eyes as if to go to sleep. Benjamin.映画ベンジャミンのレビューでした。映画でもう一度お楽しみください。Some people were born to sit by a river. Some have an ear for music. Some no buttons. Some are mothers. And some people dance.